ユタ、最初に会った時のこと覚えてる？私、最初は本当に人間なんか大嫌いだったの。地上を滅ぼすきっかけになった野蛮で恐ろしい種族、みんながそうじゃないはずだってクレハ様は教えてくれたけど、とても信じられなかった。ナユタたちに会うまでは。え？一人でゼクストに立ち向かうなんて本当はすっごく不安だったの。だけどナユタたちが突然助けに来てくれて、心のどこかですっごく安心したのを覚えてる。丘ばっかりして情けない私だけど、あの時天衣門を閉じ忘れて本当によかったって思うの。それから一緒にいろんな場所を冒険して、怖い魔獣と戦って、ナユタのお姉さんやライラみたいな素敵な人たちにも会って、私いつの間にか人間のこと大好きになってた。クレア様やセラム様、シグナも助けることができたし、思い残すことなんてない。ない？バカ野郎、そんなこと。私はそんなナユタたちのいる地上を助けたい。この気持ちはもう自分でも曲げられないの。それに私の存在は完全に消えてしまうわけじゃない。星の力に溶け込んでずっとナユタたちと一緒にいられるはずだから。もう決心したんだね。また君に会える日が来るかな。きっと。ううん、絶対に。だから迷わないで、ナユタ。みんなで地上の世界を救うの。わかった。僕は君のことを忘れない。君と冒険したことを。覚えてる？うん。ナイ、私はあなたと出会えて本当によかった。ありがとう。残され島のシグナとして、そしてミトスの民のセラムとして、お前のことを誇りに思うぜ。しきれないの。さあ、時間がないの。最後の操作を始めよう。ノイ、さよならは言わないよ。またいつか会おう。うん、きっと約束するね。
こと？本当に悩んだけど、やっぱり私たちはノイを置いていけないから。あ、完全に壊れたアストロラーベをなんとか直してみようと思ってな。どれだけかかるかわからねえが、待っててくれ。今度はノイと3人で残され島に行かせてもらう。きっとまたナユタたちに会いに行くから。クレハ、寂しいけど約束だよ。僕は待ってる。あの美しい地上で、残され島で待ってるから。ああ、約束だ。師匠やアーサやライラによろしくな。本当にありがとう。またね。この世界には果てがある。僕たちは昔からそう教えられてきた。だけど本当は違ったんだ。世界は限りなく広がってて、そのどこかに大切な人たちがいる。僕は待ち続ける。また彼らと会える日を。